はい、でそんな中、まあ、あとは、えー、とインフレがどんどん進んでますよね、えーまあ、そのインフレの理由もそのガソリン価格高騰とか、ね、いろいろありますけどシェ,ールシェールガスのパイプラインが閉鎖されてたりあとワクチン、ね、強制によっていろんなその職員が辞めちゃって港湾の施設が閉鎖されてコンテナ船が入れなくて物流止まってたり。 えー、ロシアのパイプラインも閉鎖されたりとかして、今、どんどんインフレ起きてます。で、ここからがすごい大事なんですけど、まあ、全部大事なんですけど、あのー、インフレなので、今、アメリカ、ヨーロッパの中央銀行は何しようとしてるかっていうと、インフレ対策ですね、2022年、主にやっていくのは、インフレ対策ということは、量的緩和を縮小していくということと、利上げです。 利上げをやっていくんですよ。ECB、FRB は。でもこれは、えー、明らかにですね、まずいんですね。これやると。これなんで今の状況でまずいかわかる人いますかね。今のこの状況でその中央銀行とかね、そのインフレ対策をしますよと。ECB、FRB も量的緩和縮小して利上げを。 しますよってことを言ってるんですけど、これ何がまずいか、なんかこう、これじゃないかなって思いつく人、いますかそうですね、景気失速そうですね景気失速なんですけど。そうですそれねあ それはその通りだと思うんですけど、もうちょい言うと、別の角度から言うと、何々ショック再来ですか、それもあるかもしれないですね。まあ、これ、前回のライブ配信でお話ししたんですけど、もう株式市場はダウントレンドに入ってると思ってます、僕は。ただ、いきなり下げるわけじゃないんですよね。あのリーマンショックの時も、じわ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 下げて、最後の暴落って。 一番最後に来るんですよ。その最後の暴落、一番でかい暴落って、最後の数か月とかで来るんですよ。それまでは上がったり下がったりしながら、じわじわ削られていくんですよ。大暴落って。あ、YT さん、ありがとうございます。スタグフレーションです。そうです。スタグフレーションです。今起きてるのは。スタグフレーションっていうのは、 <laughs> そんな怒るのかってみんな思ってたと思うんですけど、起きちゃってるんですね、スタグレーションこれは景気回復なきインフレなんですよ。景気回復なきインフレの中で利上げして、量的緩和縮小したら、終わるでしょって、終わるでしょって、本当にって、いうことを今やろうとしてます、でも、さっきも言いましたけど、中央銀行システムっていうのがもう解体の方向に向かってます。それはネサラゲサラとかいろんな話しましまたけど 中央銀行システムが結局富の収奪の構造になってるからもうそれいらないよねって政府紙幣でええやんけみたいなね話の中で中央銀行っていうのはもう今後多分形は変わっていくなくなっていく運命にあるわけですよねそんな中でひたすら量的緩和とかやってられないんですよどっかで縮小しなきゃいけないんですテーパリングしなきゃいけないんですね でそれを2022年からやろうとしてるんですけど、こんなインフレになって、物流止まって、ガソリン価格上がってる状態でそれやったら、もう大公共になるってことです、これは。スタグフレーションはもう来るよね、とかもう来てるよねってことですね。で、そんな中で、ただ日銀に関しては、FRB、えっと, FR と ECB と共同補調は取ってないんですよ。 同調してないんです日銀に関しては、量的緩和は続けてるんです。上げもしてないで、すよねね日銀に関しては、ね、でこれはある意味、救いで,で、日本ってその物流止まってないし、海外ほどコロナ全然深刻じゃないというか、もう終わってるじゃないですか、ブーム。海外、今、感染爆発してますけど、日本ってもうコロナブーム終わってるんですよね。だから、非常に今、恵まれてるんですよ、僕らは、実は。 かなり恵まれてるんですでこれは多分このコロナを仕掛けた人たちにとっては誤算だと思います日本だけこんなに感染しなかったっていうのは誤算だと思いますさっき誰かコメントしてくれてましたよね「毒性は日本人には効かないんでしょうか?」ライトさん書いてくれてましたけどこれ誤算だったと思うんですねまあちょっとこれあとで話しますまたでこっからなんですよでよく考えてほしいんですけどいや これから FRB、ECB は間違いなく量的緩和縮小します、利上げします。しかし日銀はしませんってなったら、普通、為替どうなりますかね需要と供給で考えたら。どうなるでしょう為替は。ドル円ってどうなりますか円高円高ですかね 円はジャブジャブにすするんですよそしてドルとユーロは蛇口を占めますそうですそうです DD さんそうです円安なんですよ本来は超円安になるはずなんですよもう為替の需要と供給の関係ではそうなんですでもチャートを見たら114円動いてないってことです為替がつまりもうこの 通貨の需給バランスと為替市場が連動しなくなってきてます、今。つまり、中央銀行が発行している通貨というものに対しての信任、信頼が下がっているということです。多分多分ですよ。いや、分かんないですよ。もしかしたらいきなり1月入ったら超円安になるかもしれないですよ。わかんないです,わかんないですけど、現段階で動いてない。 ということは何かしらの構造的変化が起きてるってことなんですよ、為替市場も。今まで、のセオリーがが今機能しててないってことが重要ですで何かって言ったらね、この根本的な構造が変換、転換するときっていうのは、本質ではないもの、使用抹設。 後から付け足されたものというのは無視されるんですよこういった危機的状況下というのは緊急事態下においては本質以外のものはすべて無視されます二の次にされますそして今までずっとずっと拡大路線でグローバリズムによってこの富の収奪構造を作ってきたそのグローバリズムというものが今終わろうとしてますよね グローバリズムによって既得権益を作って富を集めていくというシステムがもうおかしいよねってみんな言ってる思ってる中でもう巻き戻しが起きますよねそういう意味ではこのグローバル金融というものも明らかに影響を受けるってことなんですよねだからライトさんそこは今までと流れが違うってことなんですよね今までは アメリカが縮縮小小したら日本ももすするんででよ。でも今回は事実だけ見たらしてないってことなんですよね、大事なポイントは。理由は分かんないですよ、でも事実してないんですよ。状況証拠がそうなんです。 つまり今までのグローバル金融というものがもう機能不全になってんじゃないのってことです。中央銀行システムってもうちょっと無理じゃねえって思ってんじゃないのってことですよね、みんな。わかんないですよ、もしかしたらね。で、本質ではないんですよ、この金融市場って。だ,だって、為替ってただのバーチャル空間だから実態がないんです。だから緊急事態においてはそういったものは無視されます。もっと大事なものがあるからです。で、 えー、例えばね、これ、日本で、例えば東京を住まれてる方は、えー、もしかしたら感じてるかもしれないですけども、あちなみにそうそう、えっとね、この状況下でさらに円高にいったとしたら、日本円がめちゃくちゃ強いってことなんですよ。ECB と FRB が蛇口閉めてるにもかかわらず、で円がジャッポジャッポっ吸ってるわけじゃないですか。 要は円の価値が本来だと下がるはずなのに買われるということはこの世界の国の中において日本の円が圧倒的に価値が高いってみんな思ってるってことですそれは日本円持っといた方がいいんじゃねってみんな思ってるってことなんですよこの世界の現状を見てそしてなぜか今日本だけコロナはほぼ広がってない不思議な一致ですよねでえっと日本 その東京、最近行った知り合いが言ってたんですけどあの夜の飲み屋街歩いても結構居酒屋とかガラガラだって聞いたんですよね、まあ、僕、ちょっとね最近東京行ってないんで分かんないんですけどでその日本は確かに恵まれてはいるんですけどただ今後、まだまだ中小企業の倒産というのは増えるんじゃないかなと思ってるんですよ。 であとは飲食に関しても、そのコロナ禍で一時期すごい話題になっ,ちゃな,なったじゃないですか、飲食店がやばいみたいな、で最近、そんな話はあんま聞かないですよね、でも、多分ここからまた倒産は増えるんじゃないかなと思います。である意味、構造が転換するときなので、今、そういった生み出しとか痛みっていうのは生じるってことなんですよ。まあ、でも逆に言ったら、人は痛みを感じなかったら、わが事とに思えないっていうとこもあるわけですよね。 これはい,い悪いではなかなか言えないんですけど、中小企業とか飲食店というのは、厳しいところは厳しくなっていくというのは思ってます。